旧沖田電報公誌ビル、大北電報公誌ビルは、上海ワイタンに位置する建物。旧地盤からワイタン7号とも呼ばれる。デンマークで創立されたグレート、ノーザンテレグラフが社屋として建築した。設計は、アトキンソンダラス事務所であり、1907年春工とされる。建物全体は、ネオバロック風建築で、ビル両端の天井ドームが特徴的である。 同社は欧州とアジアを連絡する電信線の付設、経営を目的に1869年に設立され、デンマークのコペンハーゲンを中心に付設した電信網をロシアの陸上線を経由し、ウラジオストクから海底ケーブルによって長崎とつないで日本国内の電信網に接続した。同年、長崎と香港からの電信線を疎開のあった上海に陸揚げすると、 新国に同意を得ずに、対外電信の取り扱いを始めた。この正式許可を1883年に取り付けると、1899年には、英国系の大東電信会社とともに、新国における、対外電信の独占権を獲得するに至った。なお、同社は1922年に開いたアロコーホ時に、新築した自社ビルに移転するまでこのビルに、事務所を構えた。 現在このビルには、バンコク銀行上海支店が入店している。ありがとうございます。